世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回の話題は、日本の家電量販店のあるコーナーを見た海外での反応と、日本の家電量販店の現状をご紹介したいと思います。話題となっているあるコーナーとは、家電量販店にあるマウス売り場の画像です。その画像は、実際にマウスが触れるように置いてあるだけでなく、ものすごい数のマウスが展示されていて、海外で反響が大きいようです。最近ではキーボードやマウスなどの周辺機器を求めてくる外国人も多く、日本の商品は種類の豊富さや展示方法などが特に評価されています。そんな日本の話題のマウス売り場に、海外からはたくさんの絶賛の声が寄せられていましたのでご紹介いたします。ちゃんと商品に触って買えるなんて最高だろうな。レビューを見て過剰な期待をして Amazon から買うよりも、新宿と秋葉原は最高だし、商品の数量も桁違いさ。マウス売り場を見るだけでどこの店かわかる。少し前に東京に行ってきたけど、素晴らしいお店だね。家電グッズが8フロアもあるなんて日本だけだよ。他の国でやったら誰かに壊されたり、部品がなくなってたりしそう。パーツが簡単に外れるマウスもあるからね。どうして日本はケースに入れてないの？日本は盗まれたり、壊される心配がない国だから、商品を開けているのさ。東京にはアホで子供みたいな人はいないってことか。アメリカでやったら盗まれるか、意味もなく壊されるよ。泥棒とか他人の所有物を邪険に扱うようなことは、日本では全くないね。日本人は汚したりしないから。マウスだけじゃなくて、日本にはヘッドホンとイヤホンもあるよ。イヤホンは信じられないくらい絡まってるけどね。キーボードのこういう売り場があればいいのに。日本にあるよ。写真を撮ればよかった。ドイツもこんな風にしてるけど、こんなに種類はないけどね。近所の店で前に日本のようにやってたけど、撤去される前に見たのは、朽ち果てたキーボードとマウスだったよ。長期間人前に置いておくと、どこでもそうなるよ。家電ストアで働いてるからよくわかる。日本は異常。俺が働いているお店はガラスケースに入れてくれててよかった。日本の治安の良さがよくわかる、素敵な画像だね。実際に日本に住んでいる人は、商品に触れられるのが普通だと思いますが、海外では異常なことのようですね。海外で近年注目されているのが、日本製の家電製品の購入のようです。日本製の家電製品といえば、性能が良くて機能が充実、さらに海外で手に入れるより安く購入できるということで観光客に人気です。そこで今回は東京新宿で、外国語対応や免税対応している家電量販店などを紹介します。1. ヨドバシカメラ、新宿東口店。ヨドバシカメラは大都市を中心に展開しており、カメラやオーディオ機器が豊富にあるのが大きな特徴で、地下1階から8階までの広い売り場を持っている大型店舗です。そのためカメラやオーディオ機器以外にも、パソコン周辺機器や小型家電から大型家電まで品揃えが豊富です。また地下1階にはトラベル用品も売っているので、旅行の便利グッズも購入できます。2. ビッグカメラ、新宿東駅前店。店内には英語や中国語を話せる店員が常駐しているので、わからないことがあれば気軽に相談することができます。JR 新宿東口から徒歩2分と、駅から非常にアクセスがいいのも特徴です。ここでは地下2階から5階までの売り場があり、小型家電類が多く揃っています。5階では日本の家電製品を海外でも使えるようにする変圧器や変圧プラグ、そのまま日本国外で使える商品なども取り扱っています。3. ビックロ、新宿東口店。ユニクロとビッグカメラがコラボしたビックロ。この店の特徴は何といっても、衣料品と家電が同じフロアで買えることです。フロアは地下3階から6階まであり、衣料品は主に2階から3階で展示販売されています。また家電製品と衣料品だけではなく、薬や文房具、寝具など多彩なジャンルがあります。外貨両替機が1階にあり、12カ国の両替に対応していて、店内の看板など表示言語は日本語。
英語、中国語、韓国語の4カ国語があります。ビックロは珍しいお店なので、新宿に来た際にはぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。4. 山田電機新宿東口館。駅から近く、建物に大きな電子看板が取り付けられているので、電車からも確認ができます。地下2階から7階まであり、各フロアも広く、新宿の中で一番大きい家電量販店です。家電製品以外にも時計やバッグ、薬や化粧品など様々な商品が揃っています。また全フロア、免税対応があり、フロアの案内板には英語、中国語、韓国語でも書かれているため、観光客にも分かりやすいと人気です。5. マップカメラ本館。最後にご紹介するのが、新宿駅西口から徒歩5分のマップカメラ本館です。カメラを買おうと思っているなら、ここが一番おすすめだと言われています。地下1階から5階まであり、日本メーカーからライカやハッセルブラッドなどの海外メーカーまで取り扱っているので、欲しいカメラが見つかることが多いと思います。新品だけでなく中古品もあるので、安く買いたい方にもおすすめです。またすぐ近くにあるマップカメラ、カメラ買取センターでは下取りも行っているので、使わなくなったカメラを売り、新しいカメラに買い替えることもできます。聞いているだけでワクワクして、海外の人にも人気なのがよくわかりますね。日本製の家電製品は壊れにくく、高性能ということで世界的に人気を得ています。近年では日本を訪れる外国人観光客が増えていますが、外国人観光客がお土産に買うもので人気があるのが家電製品です。そこで次に、日本に訪れた観光客がお土産として購入している日本製家電製品のランキングをご紹介いたします。5位、温水洗浄便座。簡単に取り付けられるタイプの温水洗浄便座が人気のようです。日本に訪れた際にトイレに入って温水洗浄便座に座ってみたところ、その心地よさと気配りの行き届いた機能の虜になってしまうようです。結構大きな荷物になりそうですが、それほど日本の便座は人気なのですね。4位、オーディオ機器。ソニーの携帯音楽プレイヤーやヘッドホンなど、日本のオーディオ機器は海外で高い人気があります。人気の大きな理由は、圧倒的な音質と利便性だと言われています。皆さんも音楽プレイヤーと聞くと、必ずと言っていいほどソニーが浮かぶと思います。3位、デジタルカメラ。日本のデジタル一眼カメラやコンパクトデジカメは海外では根強い人気があります。その中でも外国人観光客のお土産として特に人気があるのが、小型でレンズの付け替えが可能なミラーレス一眼カメラです。キャノンやニコンは世界的に有名なメーカーですので、海外でも認知度が圧倒的に高いようです。2位、美顔器美容家電。数多く発売されている美容家電の中でも、肌の汚れを取り除くクレンジング機能と、化粧品の美容成分を浸透させる効果が見込める保湿機能がついている商品は特に人気です。また美容家電の多くは海外での使用に対応しており、日本語と英語の取扱説明書も入っているので、外国人観光客も安心して購入していくようです。1位、炊飯器。一番人気があるのは炊飯器です。人気の理由は、日本製の炊飯器でお米を炊くとご飯が抜群に美味しくなるからというシンプルな理由のようです。さらに5万円以上する高級モデルが売れやすい傾向にあるようです。また炊飯器の中には、海外での使用を想定して液晶表示も英語に切り替えられるモデルなどもあります。いかがでしたでしょうか。日本では家電製品を買うとき、大半の人が見て触って感触をしっかりと確かめた上で買うものですが、海外の人にとってはありえないことなのですね。ちなみに私は先日加湿器をネットで購入しましたが、皆さんは例えば加湿器を購入するとした場合、ネットとお店どちらで購入しますか。今回の記事を読んで、すでに少しネットで購入したことを後悔しているのですが、ぜひ皆さんの意見をコメント欄で教えてください。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、
チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。